えー、皆様、こんばんはん。ボギー大佐の言いたい放題、10月14日、えー、金曜日、私担当の、えー、ボギーテレコンでございます、えー。今日はね、あの、ちょっと早く終わりましたんで、えー、どうにかこうにか時間通りスタートが叶いまして、はい、ちょっとほっとしている私でございます。なお、えー、明日はですね、また皆様に この沖縄のね、えー、夏の風物詩、まあ、花火の中継をね、また送ろうかなと思っておりますはい、土曜日はできるだけね、あの、固い話抜きでまあ、ちょっとしたお話とあと花火を明日はね、皆様に楽しんでいただこうかと思っておりますなお花火は明日の20時、えー、夜の8時から、えー、生中継で また放送させていただこうかと思ってておりますさて今夜も我がね懐かしきそして灼熱の戦友の皆様が、はい、来ていただきまして誠にありがとうございますえ黒海軍交渉さんどうもこんばんはんこでございます森の都さん美月さん鮫肌さんからはえ島らっきょうスムージーコシさんからは毎度のクラッカーいただいております ハツさんからは、み口のニラということでございまして、はい、ユウさん、はい、からも、こんばんは、ということでございます。カルガモさんからは、はい、ニラ茶ですよ。ニラですよ、ニラ。はい、ニラ。まあ、今日はね、私、あの、昼間、ちょっと、はい、えー、チャタンの方に出かけまして、まあ、どこでご飯食べようかな、なんて思ってたんですけど、今日は、あの、タイ料理。はい。 めったにタイ料理なんて食べないんですけど今日はねタイ料理をちょっと食べてみたいなと思いましてタイ料理のお店に入ったらまあたまたま予約なしで入れましていやあ本当に香辛料のねもう匂いがもうプンプンということでございますがまあ私にはまだね鼻の調子が、えー、完全に戻っていないんですよ 鼻を近づけるとね匂いするんですけどその部屋の匂いとかそういったのがまだちょっと分かんないですからねあのここのえタイ料理店はもう香辛料匂いでいっぱいらしいんですけど私全然その匂いが感じ取れずに、まあ、取ってきた料理に鼻をくっつけてやっと分かるというような程度でございまして、まあ、コロナの後遺症っていうのはすぐにははい治らないなと 思っておりますさて、えー、今夜もですねはい我がボギーチャンネルもう沖縄のメディアの本当にハレンチ極まる、ね、ご都合主義をねお送りさせていただきたいと思いますけど実はこれ何かと言いますとはい、えー、ちょっと恥ずかしい記事ですよね「はい性的被害社会運動でも」ということでございましてね はい、性行為自慢そして寝室侵入ほとんどが泣き寝入りということでございまして「はい、えー、水曜チラチラ作戦さんからはタイ料理の中でバッタイがおすすめです」と「いやバッタイって何なんでしょうね」今日私一番うまかったのは生パパイヤのサラダはい生パパイヤのサラダがもうね結構ピリピリして美味しかったなというのと あの白いね、まあ、お米のそうめんみたいのと野菜をねたっぷり湯通しをしたあとスープをかけて食べる野菜スープみたいのも非常に美味しかったです。あとニワトリのひき肉のね炒め物とか野菜炒めとか最後はあの、ね、ココナッツミルクと、えー、かぼちゃのね、えー、デザートもありましていや本当に久しぶりにもう野菜をねげ が出るまでで食べたとといいうことでございます、まあ沖縄在住のね皆さんにはもう是非そこ行ってほしいなぁと思うんでねちょっとお店の看板を、えー、皆様にちょっとご紹介をねしておきたいなと思いますけどこれがねお店の看板でございますはい。 タイクーンっていうね、はい。これお店の看板でございまして、まあ、沖縄在住のね、JMSDF さんなんかもぜひ探して食べに行っていただきたいなというふうに思います。はい。チュラチュラ作戦さんから、タイは台風焼きそばで、辛いものが苦手な方にもおすすめですということで、でも今日のね、料理結構辛いのたくさんありまして、いやーね、もう本当に食べてる時に思わず汗が出てきて、 これって新陳代謝いいんじゃねえのかなと思ってたんですけどまあ店のオーナー曰わく、えー、香辛料だけではなくて漢方もいろいろ入ってますんでってニコニコしていたんですけどいやこれはねはっきり言ってうまかったですよ。カレーも2種類ありましたしスープも2種類おかずはもう56種類ぐらいあったんじゃないですかね。 はい、その中からも食べ放題ということでございまして、久方ぶりに野菜をね、たっぷり食べてしまいました。はい、JMSDF さん、たまには体の新陳代謝ということで野菜をね、がっつり行くのはいいかもしれません。はい、カータンさん、チャンネルボギー運営さんの方からもね、しまらっきょうスムージー届いております。ありがとうございます。水曜チラチラ作戦さんもね、 ぜひこの「タイクーン」というお店11時半から開いてますんで11時半ぜひ食べに行っていただきたいなと思いますそれと水曜チラチラ作戦さんにおすすめなカレーはねあの北中城にありますあのくるみ社というねくるみ社というカレー屋さんもすごいうまいです、はい、もうあと食後に出てくるねあのマサラチャイティーがもう本当に うまいんですよね、はい、ということで何の話をしてたかというと、はい、新聞のねろくでもない話を今さして頂い,いてたところなんですけどはい今日はねまずこの記事からはいとンはいこれあの実は、まあ、沖縄のね反吉活動家というか、まあ、オール沖縄の政治家やね活動家がセクハラをしていたという記事 の、まあの方ににはこのようま、ね、まだ残っておりますところがリンクにアクセスをするとこのように、はい、見れなくなっているんですよね。お探しのページは公開期間が終了している削除されたなどの理由によりご利用できない可能性がありますということなんですけど、まあ、利用ができる時でも有料記事。 はい、有料記事で肝心なところから後ろが見れなくなっていたんですよね。ところがまあ誰とは言いませんけど沖縄のねいわゆる自民党系の代議士いろいろあの物議を醸し出す方がいます。誰とは言いません。ね亀仙人ではないですよ。はい。いや亀仙人のようなことをしてね あの物議を醸し出す方もいますけどその方の記事はなんとね無料記事で全文読めた上にそれも3年ぐらい前のやつがそのまんま残っているんですよはいそのまま残っていますすごいですねはい自民党の代議士のねスキャンダルだと3年前のものがそのまま残りそれもね全文が読める無料記事ところが オール沖縄の、ね、方の、ね、不祥事になると、有料記事で一部だけ見せた上に、ね、カルガモさん書いてますけど、今朝までは見れたのにということで、ね、もう先ほどから見れない状況にまなっているということでございまして、まあ、そういった中で記事の内容を見てね、私本当にまあ驚愕をした次第でございます。はい。 これ琉球新報さん9月28日、ね。そんな前の記事ではないんですよ。9月ですから。今10月じゃないですか。ね、そんな昔でもない記事をもうすでに、ね、閲覧ができない状態にしている。ところが自民党のね、代議士のスキャンダルは3年前のものでも全文が読めるように乗っかっています。これって皆さんちょっとおかしいと思わないですかはい。 えー、性的被害、社会運動でも、性死を恫喝、寝室に侵入、ほとんど泣き寝入りというね、非常にセンセーショナルな内容なんですけど、いや、これ見たときに本当に大丈夫ですかというふうに私ちょっと思ってしまいました。さて、2018年、 県内の社会運動を行う団体のメンバーから性的嫌がらせの被害に遭った女性は「ほとんどの被害者が泣き寝入りを強いられている」と話し運動の場で被害が表面化しづらい構造的な問題を指摘する女性は団体に問題提起し謝罪文と再発防止ガイドライン策定につながったということでございましてね。 そうでですね去年でしたかはいもうこれマンゴー仮面さんがもうね思いっきりすっぽんのように食いついた宜野湾市のねいわゆる子どもの居場所プロジェクトのねある、はい、建物その建物のいわゆるはい、えー、その子どもの居場所のいわゆる代表者が共同運営者の女性に対しね 本当に卑劣極まることをやったそれも子供たちがね集う場所でその行為に及んだということが大問題になったんですけど沖縄のメディア一切取り上げないですよね、まあ、そこが私やっぱりダメなところだと思うんですよあのやっぱりダメなものはダメと言ってね誰かがやっぱり指摘しないと成長はないと思ってます、まあ、そんな中で、えー、このね 皆さんが何名かブロックされております、えー、このモバイルプリンス君はこの問題についてやはり苦言を呈しているんですよね。はい。彼はまあああいうね見てくれてはございますけどダメなものはダメというね数少ない、えー、人間の一人なんでぜひ皆さんもね仲良くしてやってほしいななんて。 思っていますけど、カータンさんがすぐね、ビシビシ書いてますね。そうですね、ハチさん、あの、全くね、あちら系のこういった、いわゆる下半身の問題については、フェミと呼ばれてる人たちが全く、はい、やらない。あら、コースケさんはなんとブロックされているということでございまして、 あら、運営さんもブロックされているんですかなんでですか私全然ブロックされてないし。ね。楽しく会話してますよ。楽しく。はい。ラプテンさんはセーフでしたということで、ぜひ、ラプテンさん仲良くしてやっていただきたいと思っております。カータンさんはブロックですかマンゴー仮面さんブロックされてるの相当根に持ってますよ。ね。はい。さて、記事は続き。 これでございいますはい、社会運動に関わった別の20代女性はここがねいわゆるあのある有名な政治家のね息子さんはい有名なね政治家の息子さんがやらっかしてしまったというお話でございましてこれ非常にね大問題。 に今なりりつつあります、はい、政治家やね、えー、運動する男性らに、政治家やと、運動する男性らにと、つまり一人ではなくて複数に、複数に言われてるんですよ、はい。アダルトビデオ女優に似てるねって言われたり、性行為について延々と自慢されたりしたと。 はい。どうでしょうか皆さん女性に対しねまあ私は別にアダルトビデオの女優をねあの下げるつもりはないですよただ女性がそういうふうに言われたらねあ私のことをやっぱり性的な対象として見てるんだなっていう不快感をやっぱり覚えると思いますよ ね、例えば女性がですね「あらかき結衣さん似てますね」とか、ね、言われたらやっぱり嬉しくなると思うんですよ。ところがね「アダルトビデオの何々何々に似てるね」なんて言われたら「えこの人アダルトビデオ見てるんだキモい」って,ってね奥さんもいて子供もいて。 あの選挙の時には子供たちの未来のためにとか誰一人取り残さないって言ってアダルトビデオ見てるんだキモいってなると思うんですよね。はい。やっぱり大切なのはやっぱり女性がどう受け止めるかということなんですよね。そしてなんと性行為について延々と自慢されたりしたということが。さあ皆さん。 どうしますこれはいカルガモさんから子育て世代家庭人を売りにしているのにね性行為について延々と自慢されたということでございましてああこれ奥さんもうもう顔真っ赤にしてるんじゃないですかあなた何をやってんのといやこれ恥ずかしい本当にね あんなに綺麗事言ってる人権とかね、女性の尊厳が、なんて言ってる連中が、自分たちの内輪の集まりでは何なんですか、これ。ね。アダルトビデオ中に似てると言ってね、不快感をね、女性に与えただけではなく、なんと、己の性行為について延々と自慢されたりしたということでございましてね。普通ね、皆さん、 性行為の自慢って男同士でやりますいや、聞いてて何も面白くないと思いますよ。お前、キモい、あっち行けってなると思いますよ。何をお前自慢してるんだと。そんな自慢したけりゃ、風俗でも行けよなんてね、そういう風に追いやられますよ。それをなんと女性の前で、延々と自慢したと。 どううでしょう皆さんいやこれね恥ずかしいまあ自断はしたと言ってますよ浩介さん示談はしたとねはいでも示談したからなかったことにはならないですよはい示談した相当お金積んだんでしょうねはいまあ私はこの被害者あの誰なのかっていうのはちょっと今のところわかんないです でもやっぱり仲間内でね一緒に活動してる方で多分若くて綺麗な子なんだろうなというふうに思いますはい若くて綺麗な子あちら界隈にもね若くて綺麗な子何名もいましたから、まあ、そのうちの一人かなうんこれはモバプリが書いてますけどその子が誰かということをね突き止めてねそれをまた、えー、表に出すとこれ二次被害になるから皆さんやめましょうって彼 呼びかけてるんですよいやあっぱれだと思いましたうん君の言ってること合ってるよということでね、はい、ラフテンさんお父さんも草場の陰で泣いてるわということでございましてねカータンさんから「坊っちゃんあかんセクハラ市長は誕生させるな」ということでねパワハラはどこじゃないですかセクハラですよそしてね記事はさらに続きますはい えー、無料記事の部分をね、はいえー、その以降もちょっと拾って作ってみたフリップがこれでございます。はいい。「2018年1月に被害に遭った女性は県内の運動団体の宿泊施設広間でと」と運動団体の宿泊施設広間ってすごいですねど,どこの団体ですかね 保守系の団体で宿泊施設を持ってる団体なんてないですよ。はい。チャンネル桜沖縄支局でも寝るとこないですから。そういった宿泊施設もあるような団体なんですね。すごいですね。はい。で、団体のメンバーの男性から性的嫌がらせを受けたということでございましてね。これ先ほどの ね、問題の方でございます誰とは言いませんね誰とは言いませんけどあの男です団体メンバーの男性から性的嫌がらせを受けた女性は強い口調で何度も制止をしたが男性は女性を恫喝しはい広間にいた、ね、別のメンバーも止めなかったということなんですよねはい 止めなかったったて言うんですよひどいですねそして女性は寝室に逃げたが男性が寝室に入ってきたため叫び最終的に宿泊客が止めたというということでございましてねどうですか皆さんね まずね、このオール沖縄っていうか左翼の悪いところ自分たち仲間がねなんか間違ったことをしても止めないんですよ止めないねやめなさいって静止する人がいない特にね彼のようにお父さんがすごいね有名な政治家でその2代目としてね選挙も非常にねもう順調に勝ち上がってくる選挙っていうのはやっぱり選挙に強い男が評価されるんですよ ですから、みんな彼には文句言えなかったんでしょうね。だって、見越しとして担いでるわけですから、ね、こう何々知事の思いを私に遂げさせてください。この一言でね、沖縄県民感情を揺すぶられて、ダダダッと流れてしまうから彼の存在というのはやっぱ大きい。だから彼にね、何や忠告する人間すらいなかったんかなと。 ね、広間にいた別のメンバーも止めなかったって、本当に最悪。これ最悪ですよ、本当にね。そして、女性は寝室に逃げたがと、男性が寝室に入ってきたため叫び、最終的に宿泊客が止めたというということでございまして。まあ、この記事からするとね、文章的には全部繋がってますんで、 同一人物かなとは私思うんですけどまあボモバプリが言うには別の人ですよというねそういった話が来ていましたんでじゃあちゃんと説明してくださいっていうことで尾長竹春くんのねあのツイッターに質問っていう形で載っけてますけど一切返事がありません一切返事がないこれねぜひ あのマスコミにはこれ堂々と聞いて欲しいてしですよあなたは女性に対してねあの卑猥な言葉をね投げ続けただけではなく寝室にまで追いかけていったんですかとこれぜひねヤンヤム日報とか三景さん質問してほしいですよねいやこれってどうでしょう皆さん今ねハさん書いてますけど県民大会レベルじゃないですかやはりね 親の七光でね、ね、本当に親の残した遺産、つまり、支持層でね、楽々と選挙をね、勝ってきた。そして、一期目のね、あの、市議会議員は3年で、ぽい。ね、3年で、ぽいして、県議に蔵替れ。その時に任期を全うしてからっていう、いさめる人もいなかったのかと。そして今度、県議。県議は1年半ぐらいですかね。 一年半でね、それをね、ポイして、今度は那覇市長選挙にと。普通だったらね、これ有権者バカにしてますよ。自分がね、ステップアップするために有権者をね、もう本当に票としか見ていないっていう表れですよね。はい。でも本人は、これ自分の実力だと思ってるんです。でもね、何をしてきたかというと、何にもないわけなんですよ。 今までね、名護の市長選挙などで問題発言してね、散々に批判されましたけど、一言も謝らない。それどころか説明すらしない。ね。そんな男がね、唯一、バックボーンとして持ってるのは、あの亡くなったお父さんだけなんですよ。そうですね、黒海軍交渉さん。これがね、米軍関係者が同じことやったら、もう県民大会ですよ。間違いなく。 だからこれが沖縄のね、悪いところ。沖縄のいわゆるね、人権とかね、女性、うんぬんとかいう人たちの悪いところ。被害者の属性で、ね、事件の大きさや命の重さを変える。これがね、沖縄のいわゆるリベラルやね、フェミニストの悪いところだというふうに私は思っております。しかしね、まあ、モバプリ君がこれ、 あの後半のね、えー、部屋に追いかけてったのは彼じゃありませんよっていうことを彼が知ってるっていうことはやっぱり彼何か知ってるんでしょう、ね、まあでもこういった部分については記事になってる以上やはりねあの後人である竹春は説明しないといけないと思いますけど皆さんは彼が私の質問にちゃんと答えると思いますかどうですか私はね 私は、絶対にね、絶対に答えない。答えないに、452ラですね。はい、コースケさんも答えないと。はい、ハツさんも答えない。多分皆さん、はい、カータンさんも <laughs> 答えないということでございましてね。いや、でもこれ、公人としてこのように記事になってるんであれば、ね。 有権者かからの問いかけに対しては答えるべきです特に私は現在那覇市民ですからね一那覇市民からの問いかけにね答えない人間が誰一人取り残さない政治なんて絶対にできないと私はね断言させていただきますいやしかし本当にひどいですね是非、はい、皆さんにも今後この竹原坊やのねあのツイッターフェイスブック ちょっとね、追っていただきたいと思います。ちゃんとね、答えてくれれば、それはそれでいい。いや、部屋ま,部屋まで追いかけていったら私ではありませんと。それ誰ですかって私また聞きますけど。はい。あなたはどこまでやったんですかと。はい。そうですね。セイラさん、保守系の方でこんな騒ぎがあったら、延々と説明責任求められるということでございましてね。はい。いや、全然、ハさん、報道番組やらないですよ。 全く。やらないですよ、沖縄のメディアが。だって、ネットのね、記事すら、あっという間に消し去ってるわけですから。はいということでね、今日の放送、ちょっと胸くそ悪い内容でございましたが、いかがだったでしょうかね。はい、そして今日のね、はい、南の島の、えー、ちょっと夜の雰囲気をお送りさせていただきたいと思います。けど、はい、どうでございますか、皆さん。 はののいます、はい、こんな感じでねあの今日も本当に人がいっぱいいっぱいでございましてもう本当にコロナはどこに行ったのかなというような感じのところではございますがほ、まあ、本当にね今のコロナ騒ぎが収まったらね是非また南の島でこういったところで散策でもねしてみたいなと思っておりますということで。 本日の放送、これにて終了させていただきます。では、皆様、明日は、えー、午後8時ちょうどにですね、南の島の花火大会をまた皆様にお届けしようと思っておりますんで、よろしければまたご覧いただきたいと思います。はい、生で花火大会の中継いたします。 たまにはいいですよね。政治の話ばっかりじゃん、硬いんで。ということで、本日の放送、これにて終了します。では、皆様、明日同じ時間ではなく、明日午後8時にお会いしましょう。ありがとうございました。